ついに F3 とテンペストが5年後に実現されそうです。イギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーにおいて、三菱電機とレオナルド UK 社が次世代レーダーを共同開発するとの情報をキャッチしました。本格始動した F3 戦闘機開発とテンペスト同時進行で進んでいきますね。今回はこの次世代レーダー共同開発を詳しく見ていきましょう。 F3 戦闘機開発が急がれる中、無人機の重要性が増していきました。果たして F3 戦闘機の性能移管では日本の技術革新が無駄になる方向へも進みます。最強の F3 戦闘機を開発してほしいと望みます。2022年に入ってからというもの、日本は航空自衛隊の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機計画について、イギリスとの協調と連携を図りながら、これを推進する方向性が打ち出され、アメリカ一辺倒だった領域に変化が見え始めています。これまでは、軍事力アメリカトンというイメージがありましたが、イギリスやドイツ、さらには日本も台頭してきており、このアメリカ一強といった、これまでの流れが覆されそうです。今年2022年2月中旬には、イギリスの国防省が、日本との間で世界的に見ても、先進的な戦闘機用センサの共同研究に乗り出すために、基本となる合意書を取り交わしたと発表、スコットランドにおいて開始される見込みだと、伝えられました。日本の技術を必要としている国が、たくさん出てきているということでしょうか。ここで言うスコットランドとは、イタリアの軍需企業大手、レオナルド社のイギリス現地法人であるレオナルド UK 社を指しており、同社が戦闘機用センサの日英への共同研究の中核を担うことが明らかになったと言えますね。日本人としては大変誇らしいニュースですよね。レオナルド UK 社ではジャガーシステムと呼称されるユニバーサル RF センサ技術を用いており、脅威となる敵目標を検知、迅速かつ精緻に特定するもので、敵側からの同様な動きを阻害する働きを担えると考えられています。このユニバーサル RF センサ技術が用いられた戦闘機用センサーは、これまでの同種のものと比して実に1万倍以上に相当するデータ収集能力を実現し、それらを解析して使用することで高度な戦場での認識能力を発揮するといいます。これだけの認識技術があれば、かなりの軍事力と言えそうです。レオナルド UK 社のジャガーシステムは、開発完了までにおよそ5年ほどが見込まれており、その間、日本とイギリスとは双方で2機ずつのこれを搭載した実証実験機を通じて、そこで得られる情報の共有を図るとされています。イギリスと日本の共同技術が世界中で使用されるという将来を考えると、なんだかワクワクしますよね。そして、2022年7月19日、日本とイタリアとの次期戦闘機開発における協力関係をさらに強化すると、イギリス政府が発表、今年2022年中をめどとして、より詳細で具体的なこの3カ国における協力計画を進めていく方針であることを表明したのです。日本が世界の軍事力を担う一国として世界中で注目されつつあります。前述のレオナルド UK 社によるジャガーシステムや、イギリスのロールス・ロイス社と日本の IHI 社による機関部の共同開発等が進められている次期戦闘機開発に対し、ここに本格的にイタリアも参画することが示された形となります。イギリス政府は今回の発表について、自国を含め日本、イタリアともにアメリカ製のいわゆる第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2を運用中で、かつこれまでにも
合同軍事演習を行った経緯があることを前面に出しました。これは日本の技術力に期待していることを明確に表していますよね。さらに、イギリス政府は同国の大手軍需企業 BAE システムズ社が新しい実証実験機を今後5年内を目途目処として機体のステルス性能を試験する目的で製作し、それを世界に向けて公開する予定であると述べています。イギリスと日本が共同で開発した軍事力を世界に発表する機会が訪れるなんてすごいですよね。これまでアメリカの軍事力に守られていた日本ですが、これを機に少しでもアメリカの圧から逃れられるといいのですが、こうしたイギリス政府からの発表を受けつつ、7月18日から22日までの日程で開催されていた、今回で51回目となったファンボロー国際航空ショーでは、レオナルド UK 社と日本の三菱電機社とが新たな発表を行いました。ちなみに、今回のファンボロー国際航空ショーも、イギリス南部ハンプシャー州のファンボロー空港を舞台に開催されており、これまでは学年開催が常であったが、前回2020年は新型コロナウイルスの蔓延で未開催でした。次回は開催されるといいですね。今回のファンボロー国際航空ショーでも、アメリカのボーイング社、レイセオンテクノロジー社、イギリスの BAE システムズ社、ロールス・ロイス社等々、西側を代表する航空宇宙関連企業が複数参画して行われたのです。そこで、ジャガーシステムを有するレオナルド UK 社と三菱電機社とが、その技術を搭載した実証実験機の開発において協力することが合意に達したと述べられ、2月に取り交わしが行われた合意書を、さらに一歩進めたものです。これまでの合意書では、新たな戦闘機用戦車として、その準備段階としての概念の分析や実現に向けた可能性の調査を行っていましたが、これをベースに、実際の共同開発のフェーズに移行していくことが確認されたと見て良さそうですね。レオナルド UK 社の母体である、イタリアのレオナルド社は、ジャガーシステムのみならずユーロファイタータイフーン等、採用のレーダー開発にも従事しており、アメリカ法人のレオナルド DRS 社も同様です。レオナルド DRS 社は、アメリカやイスラエル企業とも協業しており、各種の航空機や艦艇、地上車両に搭載する複数のレーダー開発を手掛けており、同分野において、世界で最先端の技術力と開発力を有すると考えられています。日本の技術がロシア・ウクライナ戦争に使用される可能性は低いかもしれませんが、少しでもウクライナの勢いをつけるための足かせになるなら、それはそれで嬉しいことではあります。こうした動きを通して、日本とイギリスとの前者の次期戦闘機開発、後者のテンペスト計画は着々と進展していることが感じられますが、イギリスのロイターも、7月14日に、これらに関する記事を掲載し、注目を集めていました。ロイターの記事によれば、イギリス側は、前述した7月18日から、開催されるファンボロー国際航空ショーにおいて、自国で進めるテンペスト計画についての新情報を明らかにするのではないかとの見通しを述べています。そこでは、イギリスと日本とが、おのおのの抱えるテンペスト計画と次期戦闘機開発計画について、それらを一つにした次世代の戦闘機の開発に集約する可能性について言及されており、究極的な開発、及び調達コストの低減を志向していると予想しています。ここで、完成を見た次世代戦闘機については、日本とイギリスとが、相互に、自国での調達、運用を行うことと並行して、前者がアジア市場、後者がヨーロッパ市場への輸出も念頭に置いているとも述べてられており、なかなかに興味深いです。
これが事実だとすれば、日本にとっては、これまで、最も有力な防衛装備品の海外輸出を行う可能性も秘めているようにも感じられますが、現状では、ここまで踏み込んだ展開は、日本、イギリス政府の公式な発表には、含まれてはいません。また、そうして、次世代戦闘機が完成を迎えたと仮定しても、日本、イギリスともに、アメリカ軍との相互の運用性を保持するための各種の通信機器やデータリンクに必要な電子機器類は、アメリカ製の製品を抜きにはできないとも言われています。今後の動きに期待ですね。ちなみに、2022年5月に、日本のマスメディアである大手新聞複数社が、日本の次期戦闘機開発は、イギリスとの共同開発に、舵を切ったと報じましたが、これを全面的には支持しない、テレグラフ社等の海外メディアの分析も存在しています。このメディアの分析で、今後の日本の活躍を知れそうです。そこでは、日本は、集団的自衛権が防衛政策として容認されておらず、この縛りから、アメリカとの安全保障体制からの脱却は困難で、イギリスがその地位を取って代わる存在となることは、事実上ありえないだろうと述べられています。アメリカは、自国の国際的な基本戦略の一環として、先進的な軍事技術の輸出や移り、歌手するに、際に、そのすべてを開示することはなく、また、さらにそれらを行った、相手国に対しても、厳しい運用上の制限を課している、レーハマイ挙に、いとまがありません。イギリスも、そうしたアメリカの姿勢は熟知しており、こうした認識は、西側諸国にも共通するものと言えそうですが、無論、日本も、現行の F2 戦闘機を開発するにあたって、F16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得ず、これは痛感しています。この動きは、アメリカに対する牽制になるのでしょうか。この開発後のアメリカの反応も、少し怖いですが、気になりますね。そのため、イギリス政府が、日本との連携を模索してきた背景には、軍事的な連携を進めるというよりも、拠出可能な日本の財力に着目しているとの見方も多く、今年2022年中とされる日本の次期戦闘機開発の方向性からは、目が離せません。今や、日本も、世界の軍事力を担う一国となったと言っても過言ではなさそうですね。いかに、日本の技術が、各国に必要とされているかがわかり、日本人としては、誇らしい気持ちでもあります。